ああ、群馬の方か。うん。神達も、あ、神達は、新潟。うん。で、神達、あの、駐車場の向かい側に温泉があるんだよ。とことこ歩いていくと、そこ温泉入れんの。乗りたけ？北海道はもう自由でいいな。うん。長野か。うん。そっか。マダラ池か。それ標高高いじゃねえかよ。移動は大変そう。でもそう考えるとさ、配信者ってみんな、なんか今日どっからどこまで歩きますとか、よくやるよな。すごくね？マジで。体も張ってんのか張ってねえのかわかんねえんだけど、俺もちょっとこれからあれだな。長野の霧ヶ峰高原にもなかったかな、やつのどっちだったかな。うーん、俺は八ヶ岳は南八つしか登ったことないから、うん、でもな、ほら、何年か、まあ何年かではないかだ。この間さ、富士山にさ、行け行けってみんなに煽られて、行かされてさ、死んじまったあんちゃんいたのはかわいそうだったな。もっと教えてあげろよって。もう無責任極まりないよな。どう思うお前ら。あれは、人殺しだぜ。だってあれじゃねえんだもん。冬の装備じゃないのに、富士山の3776メートルにチャレンジャーい、うん、舐めてんだろうって。だからそれが、だからスニーカーで俺は行ったよのマウンテンを取りたかったんだろ。だから、そういう配信者なんだから死んでもしょうがねえやな。バカは。結局んところ。そう思わない？みんな。なるほどねーって。どうでしょう？違う？
関係ねえけど、そのあんちゃんは俺知らねえけどね。だから富士山の3776メートルから滑落して見つかったのが、2795メーターぐらいだから相当落っこってんだよ。もう体ボロボロだから。もう死亡。うん。お疲れさんって感じ。うん。すごいこと。違うんだよ、龍二。あれは、俺あの子がね、きちっとセッティングしてれば、あんなとこで落ちることはないんだよ。マジで。これ正直に言うと。あそこは、グッズさえきちっとしてれば大丈夫な。舐めてんだよ。だからそれが面白いと思ってやっちゃったとこに命をかけたんだろうな。まあでも、死んでもいいと思ったのかな、何なのかわかんないけど、山で、死ぬのもどうかと思う。登山は全てにおいて危険。危険というわけでもないけど、どうなのかな、登山は。わけありがとう。山は別段そんなに危険じゃないで。トレッキングとか好きですか？おいちゃん？もう今やんないよ。どうもありがとう。どうです？いや、やっぱ、持ってなかったらダメなものはあるよ。外国人がもな、そういうのいるよな。あのね、持ち込まない、持ち出さないが基本だから。ノリだけ。どうよ。大体さ、水が500円高えなとか言ってんだったら、じゃあ自分で担いで持ってこいよっていう話よ。バカなのって。
意味わかんねえよ。自分で担いで行きゃいいんだよ。苦しんで。楽に金払って飲むんだから500円で文句言ってんじゃねえよって。高えな、とか。高えに決まってんだろよ。おめえのために誰かがあげてくれてんだよって話だよ。ああ、ボッカやる人ね、うん。ペンさんよく知ってんね。うん。ボッカって言ったらみんな、ん？ボッカって何？って言うかもしれないけど。ペンさんは多分分かってると思うけど。うん。巨大な荷物を背中に積んで、山小屋に、届けるのが僕か。50キロとか、まあ、もっとあんのかな、80キロぐらいあんじゃね。うん。しょいこでな。うん。いやいや、いや俺見てても、病気だろ、あれ。大変な仕事があるかどうかわかんないけど、その人が山が好きだからやってんだろうけどね。でも今日はね、俺すごく幸せな一日だったんだ。ペン、頂上の山小屋ラーメン1000人以上するけど迷いなく食べるよ。俺はね、唐沢ヒュッテのおでんとラーメンとカレーは絶対食う。そこからそれを食ってから北方からの奥方に登る。その時は一緒に住んでる女がいたから、お前テントの中で遊んでりゃいいやって、飯食いたけや何でも食ってりゃいいよって言ってたけど、なんかカレーライスも食ってたし、何食ってたのかな。いや、いろんな道具っていうより、メジャーな道具を
試せば答えはそこにあるんじゃねえかなと思うんだよ。じゃねえかな。まあまあ、皆さんはね、うなちゃんも、どうしようもねえ、じじい、メジャーな道具、少なくとも、田中、10年、切り替わらない道具は、メジャー。コロ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 変わるやつはなんで変わるのかってこと。売れねえんだよ、人気がないの。わかる？チョコルノもうスタンダードこれ一本っていうやつがあるんだよ。そう、まあね、山中ちゃん、そうこれは押さえとけっていうことよ。と俺は思ってるんだけどね。これあったらいいんじゃねーって。だから乗りたけ下りの時は俺が持ってるようなブラックダイヤモンドのスティック使えばいいよ。この間も乗りたけ見てねえのか。ブラダイ楽だぜ、フリックロックで。デキなんか回しながら数字こう詰めてやってんのめんどくせえだろ。見てなかった？いや、じゃあ一本持ってきてやるよ。そう。これブラックダイヤモンドの、これ一番短いタイプ。で、ここフリックロックなんだけど、こうやってグッと開けて、もうこれで、もっと上になれば、そうよ、持ってんのは持ってんだけどな。欲しいやつです。でもこれ2万5千円ぐらいで売ってるよ、ブラライは。今もっといいの出てんじゃねえかな。俺わかんねえんだよな。
これ楽なんだよ、上りと下りで、あの歴のやつはもうめんどくせんだよな、あれな。初心者は歴行くんだよ。あ、ごめんなさい、歴っていうあのブランドがあるんですけど、そこにみんな行くんですけどね。俺は絶対行かないけどね。めんどくさいすぎて、うん、絶対あそこは買わない。あとガリ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 するから。ちなみに僕の、ブラックダイヤモンド、ああさ、調整できるよ、うん、全然。うん、もちろん。だからみんなさ、俺が買ってるものがさ偽物とか言うのやめれや。買ってんだから。な、まあいいけどな。でも冬は俺行かない方がいいと思うよ。俺ね、2000メートル級の山の方が危ねえと思う。なんでかっていうと、そこは人が入らないから。うん、全く人が周りにいないところに行ってどうにもなんなくなった時にお前どうすんのって話だよね。むしろ俺は雪山行くんだったら雪山の登山客が多いところに行けばいいと思う。うん。じゃあね、だから俺なんかは最初はね、あの八ヶ岳のあの寒食コースとかああいうので練習して、あの、歩き方をとかを覚えりゃいいんだよ。コースが外れたらそんなし、まあそこまで今 GPS がなあるから。よし、そろそろおいちゃんは3時半だからゴロゴロするで、坊ちゃんが配信すんじゃねえか。やらねえよとか言いそうだよ。ああ、雪は、うん、危険っちゃ危険だよ。うん。
この野郎寝てんじゃねえよ。はいよ。今日はすごく幸せな一日でした。ありがとう。ああ、いえいえ。オグリンもありがとう。みんなもありがとう。はい。